はい、まあそんな感じで今からね、まずアルプスに行ってみよう。5つの山だぞ、5つ山登る。そう、198メートルでもすごい見応えありますね。そう、アグレッシブ洗礼じゃないですか。いや、本当にすごいですよ、これ。まあ、とりあえず行こうか。とりあえずどこまで行けるか行こうか。とりあえず、あ、とりあえず、だったら。1、2、3、まあ、4、1、2、3、あともう魔法、なんか数だけで言ったら真ん中で数だけで言うのも真ん中で決めんの決めんのもおかしいけど、真ん中やとか言い出してあとの距離知らんやんけみたいな感じになるけど、でも上から見てたら均等やったやん。あ、でも大体うん、で見たら、うん、一応もう半分ぐらい来てます。あ、半分か。うん、ほぼ半分。やべえな、ほんま。めっちゃ早いです。完全俺は18時半で中バス前調べてたのに、暗がりの中歩くことを覚悟してたのに。覚悟してたのにな。いい感じでお昼ご飯食べれちゃうかもしれない。ほんまやな。ちょっとあれやん、なんかもう最初に絶対中バスに間に合ってやるみたいな感じのスピードで行ってたからか確かにストック使わん方が早いな。めちゃくちゃ早いな。うん、せやね。ヒロンは遡ること300年前、江戸時代、吉宗、徳川吉宗の時代に牛、農耕用の牛馬の霊の慰めとして、あ、馬頭観音、馬頭観音ってのがあったんすね、昔。昭和入り米軍機の構成のために機関銃を、あ、そうな、機関銃もやっててんや。戦後の食用のさつまいも畑に転用され、空き地では子供の遊び場として草野球、チャンバラ、鬼ごっこと鶴川に夕日が沈むまで遊び受けていました。時代は移り、放置されたままの潮道広場を今回は地元の有志一同にて草刈りを整備しました。眼下に広がる駿河湾や富士山の眺めは最高です。弁当を広げ景色を楽しみ、沼津に良き思い出にしていただければ幸いです。なんてストーリー、はい、なんて深いストーリーやね。すごいいい話です、ね、いい話じゃないですか。でこれ見えへんやんけ、全然話しちゃうやんけこれ。富士山ギリギリ見えるわ箇所が違うねんね。あー、見えた見えた、あ、見えた見えた見えた、うん、鶴川もの、鶴川見えるんやったらこっちに行かなあかんやんけ、ほんま。はい、今こうキャンプ高木と一緒のタイベックシートを敷きながら、ここでね、ご飯食べるのいいよね。いや、いいね。これ行動食しか持ってないけど、いいスペースですよ、ここ。うん、ちょっと食べようか。あ、さっきの徳田山の山頂は人がいたから、うん、ちょっとあれだなって思ってたけど、人いないから。そうやんね、うん、あ、そうかそうか、みんな山頂でご飯食べがちやねんな、うん、こっちの富士山見えてええやん。そうっすね。あ、向こうでも見えたけど、うん、なんか風情のある感じですね。ほんまや、沼津アルプス満喫してるよ。はい、たっぷり休憩したんで、次行きたいと思います。 0.5 でいきますか0.5 で 0.5 っていう意識なくてもなんか 0.5 なるやななんかもうとりあえずまあ早降りようか一回。そうですね、あのもう6時とか暗なりたないな。そう、そこそこ、うん、ええ場所だねここ。ここスピード稼げるよ、ほんま。でも風が少し暖かくて、あ、あ、ほんまやね、あ、なかなかのハンモックポイントもあるんじゃないですか、これ張り放題、張り放題。最近その目線で見てまうからね。いいですね、うん、ハンモックの目を養うっていう。あ、いいな、うん、明日やろうよ、鎌倉アルプスで。そうですね、ハンモックの休憩してコーヒーでも入れてみたいな。あ、いいな、ね、時間あんの鎌倉アルプスは。鎌倉アルプスは全然そんな重装でも使えないけど。あ、ははは、ちょっとのんびりしようか。今日はちょっとハードやったから。そうですね、うん、お、すごいんちゃうんこれ、高木。あ、本当だ、すごいよ。うわー、すごいすごいすごい。おー、あ、こっち伊豆の方やんね、あれ。こんにちは、こんにちは。おー、
海してるやん。海ですね。すげえ。でもなんかどこまでが沼津アルプスかわからない。怖いな、なんかこれ全部繋がっとるからこれ多分あのボコってしてる島あるじゃないですか、うん、多分あの辺じゃないかなと思うんですけど。あ、ボコっとしてる島やホテルあるよ。そんなに遠くないはずです。そうやな、うん、じゃあ行きましょうか。すげえ、めっちゃここ絶景やな。こんにちは。こんにちは。どちらから？沼津アルプス駐車場の方から。はい、沼津駅の方ですね。そうそうそう、金木山から。ここまで海は見えないんですか？あ、見えないですね。そうですよね。しっかりしっかり。じゃあここで海が見納めだね。私たちは向こうに行くんで。あ、そうなんですか。あっちの海が見えるんで、こっち側も見えなくなるんですけど、あの富士山とかも見えるようになったりとか。じゃあこれから富士山を楽しむ。そうですね。いや、もうここから楽しめないんですか、富士山は？富士山はもうこっち側、左、あ、右手にも見えたし左手にも見えます。あ、まだ見えますね。見えてくるようになります。あ、はい、ありがとうございます。海がいっぱい見えます。へー海楽しみながら。はい、いってらっしゃい。ありがとうございます。大平さんまでですか？あ、そうですね。行ってきます。じゃあコースタイム知れてたビーボじゃんし、1で行こうかな。アルトラで行こうかな。あ、そこいいんじゃないですか。僕、サンダルでやったこともありますよ。鎌倉あるけど。鎌倉は。あ、そう。ルナソロ？ルナサンダル？ルナサンダル？あ、ルナサンダル行くな。俺もちょっとだから地元の山、キジカの山、ルナソロで歩こうかな思ったけど、寒いからな。あ、何歩いてんの？でもちょっと鍛えたいね。そうですね。まあ、たまには、足の運び方を研究するっていう。ああ、なるほどね。そういう山歩きあってもいいかもしれない。ゼロシューズのサンダルと、うん、ルナソロどっちがいいのかな。ルナさん。ルナさん、そう、ルナソロと間違えてまう。俺が最初 YouTube、YouTube を始めた時にずっとアナルティクス言ってたみたいなもんだ。それはやばい。あの、P 入れなきゃいけない。Google アナルティクスって書いて、アナリティクスですって書いて、なんか、呼びやすい方で呼んでしまって。ルナソロもそうやし。下ネタに染まりすぎてる。ルナサンダルね。ルナサンダルの方が、ソールがちょっと厚いんで。あ、そうなんや。道具なんで。ゼロシューズより？ゼロシューズの方がすごい地面ダイレクトに感じるんで。ああ、そっちの方がより、まあ、楽しいっていう人もいるでしょ。ああ、いや、もうそこまで楽しまんこと言ってみてもうサンダルだけで冒険してるのに、その、普段履きも含めて、使いたいのが絶対ルナさんの方が、うん、おしゃれ。ザリが痛くないんで。ああ、ゼロシューズだと薄すぎて左痛いんですよ。なるほどね。あ、両方持ってんの？僕両方使ってました。あれ？で、結局ルナさん、うん、になってますよ。見た目がかっこいい。これはどこだ？こっちじゃん。こっちですね。うん。いいね。どこのセクションもいい感じですね。最初山頂全然見えへんからどうなることやと思ったけど、なんか後半戦の方が楽しそうな天気。ほんまやね。気温15度、あったかい、太陽照ってるし。あ、鹿山。鹿山がなんか着きましたね。ね、しかも分からないんですけど、うん、大平山までまだまだ 214m ですね。今何時？1時か。1時。俺走ったら往復できねえこれ。やらんけど急に切り出す急に切り出す無理に決まってるのに、うん、帰る帰る帰る俺も帰る帰るいや、ええやん、駿河湾めっちゃいい感じっすよ。はあ、いいよね、普段見ない。いいトレイルだ。214m、 いいよね。なんか多分アップダウンきついけど、うん、全部 200m 台で収まってるから、うん、なんか苦しい時間がまだ比較的少ないよね。そうですね、うん、
16割ぐらいいける？もう6割はいってるはずですよ。コクスルが、このままだ。俺ら、ここをオクスルガって言うね。オクスルガ。へぇ、あそこ、ここちょっと奥まってんすよね。あ、なるほどね。そう、この辺ダイビングスポットらしいっすよ。へぇ、ちょっと、この前に船もあるもんね。クルーザーも結構あるから。あれ登るのがまあまあしんどいな。うわ、ほんとだ、結構やばいっすね、これ。うん、後半戦の方がきついのかな。見えるだけにね。前そんな見えてなかったやん、さっきまで。もうあそこだけですからね。ほんまやな。15時15分デザイン予定、山猫は15時15分って言ってます。何の2時間や、2時間も休憩してへんぞ俺ら。あのペースが 0.5 じゃなくて今 0.7 になってますね。あ、そうか、うん、ちょっとだからあれやん、もうゆとりが出てても、余裕が出て、もう余裕が動きになって 0.5 目指せるても。まあ15時ぐらいでええんちゃうん。でも逆に全然いいと思う。お風呂入れるやん、ゆっくり。それでも、まあ、日没までに降りられれば。あ、そうやんな。うん、いいんじゃないかなと。最初の貯金でかいで、ほんま。あ、でかかったっすね。だって今は多分おそらく高木にさ、これ多分前これで行ってたもん俺ら。確かに。前このスピードやって2つあれて、それはなるよ、それは。いや、ちょっと心に余裕ができたりはして、ね、余裕できたな、うん、貯金って大事やな、ほんま。自然を愛おしこう美しみながら。そうやね、いい景色やし、これぐらいのペースでも十分15時やったらいいんじゃないでしょうか。なんで急に山の雰囲気変わったぞ。五段や、五段の岩が来ましたよ。すごいな、すごい事故。へー、何岩、読まれへんや。中庄さん、中庄岩。あ、また出てきました、これ。これちょっとね、うん、読むのめんどくせえ。疲れてますね。疲れて。前もうちょっと半分くれた、これの。確かに。奥多摩ですよ、多分。奥多摩のやつ、そうそう。熊本の時は。だいぶ文字すごいな、これ。みたいな感じです。なるほど。ありがとうございます、長文。めっちゃ長いな。まあ、逃げてきてここで切腹したってことやね。おう、いちいち晴れな登りが多い、ほんまに。これさっきのやつやん、これ。さっきの登りこれですやん、完全に。緩やかな登りってないんかな、ここ。これは沼津アルプスの強力たる上に上にやな。全部全力やん。インパクトありますね。うん、これ毎日登れたらめちゃくちゃ強なんで、これどこでも通用すんで。あ、大山な、結構階段が多かったけど、じゃあなんかあっこ人いっぱいおったからさ、まだなんかちょっと緩い感じが一気に出るやんか、うん、今降りただけやん。したらもう終わりですよ、ほんま。ハイステップの話ですよ、これ。ああ、まだまだ先やん。こういう多分今日一ちゃう、これ今日一ですね。うん、だいぶ激しい、長い、長いっすね。全部ええ感じでロープついてるから、全部なんか頼っていったらいけそう。確かに。うん、ちょっと楽になる。来たんちゃう？見えますよ。山頂やろ。わしがしら山、わしやたま山。勉強してこいいう話やな。小足津山、小足津山ですって。へえ。
山頂です。山頂来ましたか。小足津山、小足津山だ。山頂です。やった、でもまだどれぐらい。鷲津山がこの後あるんですね。あ、なるほどね。まだ先や。あ、こっちが鷲津山や、まだ先やわ。この先でもそんなに派手な登りはない。詰まってない。あ、いや、登りますね。あ、まあ行きましょう。登ります。392m というね。あ、一番高いじゃん。最高峰が待ってたんです。あ、わかりましたよ。気持ちいい。気温ちょうどええわ。秋の山から本ちゃんの山までめっちゃあるやんか。めっちゃありますね。コースタイムは17分で8分。あ、これがこれ17分です。これ17分。やっちゃってますね。やっちゃってんな。聞いてないわ、ほんま。鷲津山が小鷲津から鷲津山、先を置いた。一旦を。あ、広い。17分もかからんかったやん。本当ですね。めっちゃ早かったっすね。あれ？合ってますよ、鷲津山。偽物じゃないっす。最高峰。来た。来たね。頑張りましたね。もうこれほぼゴールじゃないですか。もうあと下るだけで。大平さん。ちょこっと登るかもしれないけど、まあまあまあ、ここまでの登りはもうないでしょ。そうやね、最高峰やもん。最高峰言うて。ああ、行きますか。いいペースで来たわ。こんなのあると思わなかったな。いろいろね、エスケープばっかり言ったからな。まあエスケープもできるんで。エスケープありです。エスケープするつもりで来たのに。俺はちょっと嫌やったけどな。すんのみたいな。全然余裕っすわ。じゃあもう帰りますか。ちょっとね、油断ならんすよ。また前みたいな下りがあったあれやから。ほんまやな。この内陸部を一望するのは初めてじゃないですか、今回。あ、そうか。こっちは、神奈川とか。あ、神奈川の方ね。あ、神奈川あるやんすか。そうそう、あれ神奈川なんですよ。いや、こういったらあれやね。前の修善寺の方行くね。はあ、あ、なるほどね。面白い山だな。いやいやいや、でも前の天城山よりなんか見どころは多くない？なんか。僕、こっちの方が好きですね。俺もそう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 。なあ。なんかやっぱ、ロングトレールペースというか。そう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 。旅館強め。ロードマってね。怖。旅の矢印の方向がなんか変ですね。ストーリー性あるわこの重曹。スキヤは。すごい楽しい。大平さん着いたよ。到着。沼津奥アルプス。初めてな感じ。なあ。スイートポテト。これスイートポテトやね。スイートポテト。